はい、皆さんこんにちは、今回は310シールのご紹介をさせていただきます。はい、こちらに今展示してあるのが G310R のモデルになります。はい、一応カラーリング的には去年のカラーリングになりますが、こちらは今年の6月ですね、310R は新型が発売されるんですけど、モデル的には前のモデルになっております。まあ、新旧の比較に関しては新型モデルが入ったのをまたさせていただくんですが、大まかな違いだけご説明をさせていただきたいと思います。まずここのライトですね。これが、こちらの 310R に関してはハロゲンになってるんですけど、新しいものに関してはライトが LED になってまして、ウィンカーも LED になりますよという形になります。あとここのクラッチレバー等のレバー類ですね。今調整はついてないんですけど、新しいものに関してはここにダイヤルの調整がつきますので、まあ、より自分好みにセッティングできるよっていうところが変わっておりますね。はい、ここのメーター類等に変更はございませんので、まあ、これは新旧モデルでも特に大きな変更はないかなと思います。はい、あとはまあ310シリーズですね、比較的お値段もお手軽で、車体のスペック的にもシート高も低いんですけど、まあ、そういった車両に関しても ETC2.0 は BMW なので標準でついております。まあ、この ETC2.0 が標準でついている車両っていうのは国産等含めて珍しいと思いますので、この310シリーズでもこちらついておりますね。はい、あとはですね、まあ、新旧でエンジンスペック等に変更はございませんので、こちらは 310R で34馬力のスペックを持っております。あとやはり重量ですね、これが燃料タンク満タンで約159キロ、160キロぐらいの重量になりますので、これも国産会社含めてここまで軽いものはなかなかないですよっていう形になります。あとやはり BMW にこういったシリーズがあるよっていうのがご存じないお客様が多いので、やはり会社だったら大型しか乗れないよっていうイメージを持たれるかもしれないですけど、まあ、こういった中型のバイクも持っておりますので、こちらのバイクに関しては初めて免許取られたビギナーの方ですとか、あとやはり女性の方ですね、とも結構戦略が多い車両になっております。はい、続いてこちらですね。これは今ご紹介した 310R 黒の、色違いのモデルになっております。まあ、よく皆さんイメージされる BMW のカラーはこちらかなと思うんですけど、はい、まあ、こういった白のラインに、まあ青と赤ですね、こういったラインが入っている車両になっております。こちらのカラーリングも、新モデルでは少しカラーリング変更がありますので、まあ、このカラーリングをお好きな方は新車でご購入できるのはこういった車両のみ、在庫のみという形になっております。はい、続いてこちらですね。こちらの車両は、今ご紹介した 310R の 310GS バージョンになります。はい、まあ、見ていただくと、まあ、310、中型には見えない車体だと思うんですけど、まあ、310R と比較していただくと、フロントホイールのサイズがまず変わっているよという形と、まあ、スポークですね、ホイールスポークの長さも変わっておりますよという形になります。あと、こういったくちばしがついたりだとか、スクリーンがついたりだとか、よりツーリング、まあ、オフロード向けになってますよという。こちらも新型になったらライト類が LED に変わりますので、こちらは旧型のモデルになっております。はい、まあ、こちらもシートコのスペック的には、まあ、835で比較的高いんですけど、まあ、重量が満タンで約170キロぐらいなので、まあ、重量はかなり軽いですよという形ですし、まあ、シートのスペックは高いんですけど、こうやってかなり押し込んでいただくと沈み込む車体なので、比較的乗っていただいたら足つけは悪くないかなというモデルになっております。はい、こちらもエンジンスペクトは新型旧型で変更はない車両になりますね。はい、それでは310シリーズのご紹介をさせていただきました。少しでも動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録もしくはいいねよろしくお願いいたします。